皆さんこんにちは、ファンダリングルフィッシュです。今回ですね、プレイしていくゲームは信長の野望創造をプレイしていきたいと思います。で、今回ですねプレイしていく内容ですが、長篠の戦いを、プレイしていきたいというふうに思っています。で、以前ですね長篠の戦いを武田勝頼のプレイをやってみたことがあるんですが、今回はですね王道に沿って信長で長篠の戦いをプレイしてみたいと思います。早速始めていきましょう。名将信玄亡き後、武田家を嫁いだのは四男の武田勝頼であった。勝頼は積極的な領土拡大策を打ち出し、信玄亡き武田家の意向を保とうとしていた。これに対し、かつて信玄に大敗北を喫した家康は巧妙な駆け引きで対抗、度重なる勝頼の侵攻を防いでいた。四郎勝頼、信玄に劣らぬ意を示さねば国衆がついてこぬということか。それゆえに三河や遠江をたびたび犯しておりますということですね。で、まあ今回もですね長篠城、家康領になっている長篠城を奪うために勝頼が出陣してきたというのが、まあそもそもの戦いの発端になっています。さあ、戦国で長篠の戦いが発生しました。で、まずは政策、火器集中運用を実施するということなので、早速火器集中運用をやっていきたいと思います。表情を始めます。これで OK ですね。政策を取り行います。火器集中運用を行うためには鉄砲隊強化をその前にやる必要がありますので、この2つを同時にやっていきましょう。では皆に知らせましょう。で、戦国伝がさらに進むんですが、まあ進んだ先のことを考えてですね、後に続け、長篠城近辺に、兵を集結させておきましょう。申し上げます。武田勝頼、兵を率いて、進発。来おったか。狙いは長篠じゃな。鉄砲の支度はできておるか。だいたい1500ぐらい集めたみたいですね。3000近い鉄砲がこれで集まったと。1500、信長が500、さらに家康が500、さらに、まあ、家来衆から500ということで、1500に500、500、500を合わせて合計3000の鉄砲を集めたということですね。まあ、今三成じゃない光秀が話してますけども、普通の戦であればまず鉄砲の打ち合い、さらに今度は弓の打ち合い、そして槍隊が、まあ、出てくるという流れなんですけども、この長篠の戦いでは、信長の方はですね、まあ、諸説ありますが3000丁とも言われる鉄砲、少なくともすごく多い鉄砲、普通の 軍団の中のこの鉄砲の割合は明らかに多かったと思います。その信長率いる鉄砲隊というかね、鉄砲を多く持った部隊と、武田の部隊が戦うということになるかと思います。
さあイベント回線を行っていきましょう。全軍帰け。この戦は俺が作る新たなる戦。勝ち戦とは異なるものとする。万百の勝ち戦とは異なるものとすると言ってますね。新たなる戦は核あるべきと。一体も交代はしてはならぬということですね。で、かつ馬防柵の前に出てはいけないと。なるほどね。なるほど。ということはまず信長は動けないわけですね。じゃあ早速陣立てから見ていきましょう。まず信長本体が1万5千ですね、まあ、これは動かさないと言っていたので、まあ、その他の部隊で戦うことになりますが、佐久間信盛2000、丹羽長秀2000、滝川一正2000、秀吉が2000、家康が3000、忠勝が1500、康政が1500という陣立てですね。で、一方敵方馬場信春3000、真田信綱1000、穴山信君500、勝頼が4000、信門が500、正豊が1000、正影が3000という陣立てですね。となるとどう戦うかですが、この馬防柵の中に入れちゃいけないっていうことなんで、この辺りまでは出ましょう。承知いたしました。かしこまりました。で、あとは敵の動きに合わせて微妙に陣を変えていきますか。今敵が出てきてるけど、とりあえずまだ出てきてはいないようですね。勝頼本体は右翼左翼からそれぞれ馬場隊が、そして、正影隊が出てきてる感じですか。これはどうしようかな。射撃を強化しておきましょうか。我が先で勝利をつかみます。乱戦に入るつもりはないんで、この攻め生きれまい。突撃しやがったか。始めろ。信濃先方州筆頭の、信綱ですね。信綱の弟にして、名軍略家信玄に我が両目と称賛されたとも伝わるのが、正輝か。なるほど、正輝が死んだか。信長が戦実に見事、このままでは我らは枕を並べて討ち死にかと。退けぬ兄上、親方様でも父上でも必ずや私と同じく退けとおっしゃるはずです。マサテル、これは真田の誇りをかけた戦。父上は親方様のため、武田のため身命を惜しまず奉公すると誓った。真田の六門戦を掲げし、我らこの地獄のごとき負け戦に勝頼様を置いて退くなどできぬということですね。これはどうなるんだろう。真田の兵を聞け、ここが我らの死地となる。最後の一兵となるまで戦い抜き、真田の名をこの地に刻み込むのだということですが、これで真田の兵が敗退していったので、真田にぶつけてたのを信春にぶつけました。そして正豊も死にますか。武田信玄の弟信繁と並び副将格として人々の信頼を集めていたということですね。しかし正豊が支え続けた武田家臣団も織田軍から受けた大打撃により崩壊の危機に瀕していた。
皆の者前とにかくあの柵を崩すのだと、これ馬防柵のことを言っていると思います。正豊の奮戦も虚しく、織田軍鉄砲隊の射撃激しさを増し、さらには弓隊の集中攻撃にもさらされたと。なるほど。内藤隊は崩されましたということで、残っているのは馬場信春と正影だな。この2人は何としても食い止めなきゃいけないけど、突撃してくる部隊を食い止められなかったが、安政が撤退したからな。そしたらですね、崩されたとはいえまだ十分に戦える戦力は残ってますから、惜しくなりました。秀吉と光秀をもって勝頼の撃破に向かいましょう。さあ、これで残った部隊を持って勝つよりもフルボッコにしましょう。やっぱりここでも信長を動かすほどではないかなと思いますので、各部隊乱戦モードに入ってお任せください。勝頼を引っ込みましょう。ということで武田勝頼を撃破しました。はい、というわけで、いかがでしたでしょうか。長篠の戦いを信長側でやってみました。まあ、長篠の戦いをですね、勝頼側でやったときは相当苦戦したんですが、さすが信長、信長側でプレイしたらあっさり、勝利することができましたというわけでですね、今回はイベント回戦長篠の戦い、信長織田家でのプレイをご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。また違うイベント回戦とかもですね、引き続きプレイの方をしていきたいと思いますので、ご要望ですとかですね、あとアドバイス等々あれば動画のコメント欄等でお知らせ、ご連絡いただければと思います。というわけで今回はここまで。